はい、よーい、スタート。雑いな。僕たちが春夏秋冬です。ドロップスパイス略してドロスパーということで、毎週月曜日24時から放送中の春夏秋冬のレギュラーラジオ、ミュージックスパイスの中で話せなかったことをもっと深掘りして、はい、話していくというものでございます。はい、今回庄司よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、今回いろいろお話しましたけれども、うん、まあ結構僕はあの持ち越した答えを持ち越したまかない問題あのちゃんと言うか言わんかっていうね、はいはい、この話なんですけど、ちょっとねあの僕ちょっとここに来るまでにあったことをちょっと聞いてもらっていいですか。今日、うんうん、今日まずあったことなんですけど、これだから言うか言わんか、うん、気づくか気づかんか、うん、皆さんはどう思うかちょっと聞きたいなと思って、はいはいはい、あの今日コンビニ寄ってきたんですよ、はい、こう来る前にね。でアイスコーヒーちょっとね、コンビニ業界にもちょっと物申したいんですけども規模がすごいいきなりでかくなる。あのさ、なんだろう、コンビニのアイスコーヒー、まあ、コーヒーもそうなんだけど、うん、あのレギュラーと L とか、まあ、S とレギュラーとか、うん、サイズ あの統一感、はいはいはい、2個あんねんけど、あれ分かりにくくない？なんか S くださいって言ったら、あ、レギュラーですねとか あんのよ、これ統一されてないの、これ。へえ、それまずめんどくせえなと思うんだけど、はい、で、あとあのお願いしたら後ろから後ろの冷凍庫からこう出して、もうむしろ作ってくれるタイプのコンビニと、はいはいはい、ね、こう持っていかなくちゃいけないタイプ、自分でやるやつ探して、うんうん、ちょっと遠いところから探して、はい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 、でもそれもなんかあのアイスクリームコーナーに置いてるやつもあれば、専用のボックスに置いてるやつもあるみたいな、うん、ちょっとバラバラじゃない？場所がね、うん、うん、そう、その辺がねちょっとあるんやけど、今日まあアイスコーヒー飲みたいな思って、うん、まあレジ行って。で、どっちがどっちかわからんから、とりあえず大きい方、L ですかね、お願いしますって話をしたい、うん、そしたら、店員さんがね、俺の目も見ずにね、でした。ん？と思って。なんで？と思って、パッてその猫の先を見たら、まあ、ボックスがそこに入ってたんですね。腹立って、いや、なんか、なんだろう、あそこに、あ、すいません、あそこにあるんで、で、いいやんって思った、俺は。あちらですってね、そうそう、一言あったら、あ、すいません、あっちから持ってくるあれなんで、とかで、うん、いいやん。ノールックでもそれは良かったよね。一言言ってくれれば。うん、なんか、あ、ほぉ、AI パターンね。あなたは AI のパターンですね。なるほど、はい、はい。あの、多分 AI やったら、いや、AI でも、アキラですって言うわ。言うわ、せめて。せめてな。なんだと思って。っていうね、俺のちっちゃい話なんですけども。はいはい。どう？それはどう？されたら。あー。なんだろうな。で、その時、まあ、言うか言わんか問題なんだけど、今日俺は、まあ、別にそれをさ、いや、こういう言い方あるじゃないですかって言ったら、まあ、それも、優しく言うても、それはもうクレーマーや。優しく言ったとしても。うん、な？だからもう、黙ってたけど。と思いながら来たんですけど、いやでもね、どうです、それをされたら目の前で、まあ気分は良くないですよね、やはり。うん、でもあんま僕は何とも思わないかもしれないですね、それに対して。うん、何とも、うん、そうなんだ、もう一緒だって会わないじゃんその人と。いや、また会うよ、だってここに来るまでのコンビニだもん。そうだ。ああ、可能性はある。また会う、またあいつだ、時間帯一緒だったらまた会う。でそれで、うん、うわ、あいつがいるからあそこ行きたくないなって考えるのもなんか嫌だしね。ああ、そうね。いや、そんなに僕は気にしないんですけどね。なんかね、それもちょっとあの思ってて、まあ、田舎だから都会だからとかは、まあ分からんけど、はい、なんかこう、やっぱ人数がひたすら多いと、うん、俺らもそれ、日常生活の中でさ、あの、ながら作業というか、うんうんうん、ちょっとそのまた別の話になるんだけど、うん、バスのアナウンスとか電車のアナウンスってさ、毎日しなくちゃいけないじゃん、お仕事だから、うん、次どこで泊まります、うん、どこに泊まりますっていう話しなくちゃいけないじゃん。でも同じ路線を何年も何十年も回ってる運転手さん、うん、そして乗る人も大体一緒です、うん、ね、だったら結構もう、え、何喋ってんのっていう時ない？ある、なんか伝える気ないでしょ。そう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 、もうとりあえず、はい、先生みたいな、ええ、うんうんうんみたいな時あるやん。あれ、あれ新規で乗った時、そうだね、めっちゃ不安やん。新しいとはね、分かんないもんね。あの停留所がずっと乗せてるのが前面にあるわけでもないし、座ったところから全然見えへんなとかの時に、
え、どこで降りるんやったっけって聞いとこうと思ったけど、ウシュウシュウシュって言われると、教える気ないやん、絶対みたいな。だから常連に寄ってるのよ。そうだね。わかる？これもそう。またお前か。まあ、そのやつ、あ、昨日も8人そいついました。うん、ね、持ってこないやつ。あなたもその一派ですね。あっちです。っていうのが出ちゃってるから。だからやっぱ、ずっと同じことやってるとそういう当たり前のことがね、それがねちょっとね気づかないそうなっちゃうのよ。だから良くないなと思って、うん、俺もだからそういうのをどっかでねやってる可能性があるじゃん。まあそうだね、ながら作業というか、うん、なんかちょっと流れですよってやってる可能性があるから、うん、気をつけないとなとそういうのを見ながら思ってましたよ、うんうん、慣れる生き物ですからね人間はね。うん、と言いますとそのままなんだ慣れる生き物ですから、うん、と言いますと、だから例えばずっと家でこうやって座ってたら、うんうんうん、こうやって座るのがきつくなるんですよ、うんうんうん、そういうことですよ。違うと思います僕は。違うと思いますそれはそういうことですから。でもこうやって座って続けてると、はい、体がガタいくよね。体がガタいくおかしいでしょ体勢が、うん、だからだれると良くないけどね。そう、それはわかるけどね。だから習慣化する生き物じゃないですか人間って。と言いますと、だからそのままですけど例えば毎日トレーニングをすると、うん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 、トレーニングをしない日があったら落ち着かなくなるとか言うじゃないですか、うん、言います。だから歯磨きも別にそうじゃないですか、うん、歯磨きって別に最悪しなくてもいいじゃないですか。最悪っすよ、うん、でも毎日やるっていう習慣があるからやるわけですよ、うん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 、それです。それと僕が言いたい話と同じですよね多分全くかけ離れてますそれに関してはね、これに関してはね、はい、でもその話をしたいんですけどだから慣れちゃダメというか、だからちゃんと仕事はしてるじゃん、言ったらそのコンビニの人も、あの、俺の質問に対してあの無視、こうやって寝てしてるわけじゃないじゃん一応もう最悪よ、一応あっちから持ってきてよっていう動きはしてくれてる、はいはいはい、ね、だから仕事はできてんのよ、うんうん、仕事としてはね。でもそこにやっぱこう人なんだからを求めちゃうんだよね、うんうん、だから自分がお客さんだったらっていう目線って何事も大事よね。何事も大事じゃないですか、そうなんだよね、じゃなくてもさ、それはそう、うん、そこがやっぱり芯じゃないですかね、うん、芯でやっぱないとそれに気づきたいよね。気づきたい、うん、またもう一個思い出した。今日雨降ってたやんか、うん、収録の時やけどね、あの階段とか登る時にさ、傘をさ、あの下でこう、このここをこう持ってこうはいいんだけど、うん、ここのここを持ってこういますね。なんかあの亀田のボクシングのこうみたいな、目の前のこうみたいなさ、こいつはなんでそれに気づかないんだと。あ、でもいるんですよ、わかんない人。わかってないでしょ、うん、いるんですよ、いるんです。絶対後ろの人を刺すやんと思って、あれいるんですよ、そういうの、そういうとこよって思う。だってあの声大きいじゃないですか。大きいね、それ今、うん、あの気づいてないじゃないですか。それと一緒っすね、僕からしたら。えもう刺されてるみたいな。あ、そうです、ね、俺ずっとずっと声でか、声でかこれはあれなの、良くないんだ声でかいは。いや迷惑かけていたんだ。いや、迷惑ないです初心に帰って、いや、でかいなと思ってるだけです。そうか、昔はでかくなかったんだろうな、うん、きっとなんかいろいろあって。だから人が見てる感覚と自分が見てる感覚って絶対違うし、その相手の感覚もそれぞれ違うじゃないですか。うんうん、違うね。だけどそれに全部合わせるのは無理なんですよ。うんうんうん、ね、十人十色だからね、うんうん、だからもう別にいいんですよ、それぞれ人それぞれオンリーワンでいいんですよ、うん、だからその店員さん も、うん、もう最終的に別にいいんですよ、その人のカラーなんだから。それが世間的に評価されようがされまいが別にいいじゃないですか。こちらはどういう対応すればいいんですか。こちらだからもうそれ気にしなくていいです。おおらかな心で。意外と腹立つやん。そういう言い方してるんだよ。いい方に逃げようとしてる。めっちゃイライラする。お前めっちゃイライラする。イライラする。みんなの前であからさまにむっちゃ不機嫌な顔するやん。する。で、みんなが、あいつまた怒ってんなってなってるやん。うん、お前もなんか希望でし
俺もそうしたい。そうしたいよね。そういう話してよ。そういう話してくれなきゃ。俺もそうなの。そうしたいの。なりたいの。で、あの人によってはさ、これも敬語と話してるけど、そうされた時に、あ、すいません、ありがとうって言える人もいる。やられた時ね、そう、あ、そっか、私が持ってこなかったんだよね、あっちにあるパターンだったんだね、うん、ありがとう教えてくれてって言える人もいる、うん、すごくない？すごいね。もうそういう人たちに国を作ろうそういう人たちのところに僕は雇われていて、そういう人たちに優しい気持ちで入国できないですよ僕らみたいなもあのここの人じゃね、そうね、入国審査でこうされるかもしれない、ね、選ばれし人こうされた時に、えっって言うあっつったら、はい、ダメですもうできるんですよオアシスからもね。いや、すごいなと思うんだよね、本当に。だからダメだなと思いながらさ、まあ、でもそれに気づけてるってことが素晴らしいことだと思いますよ。うん、それにすら気づけてない人はたくさんいますから。うん、そうなんかな、そうなりたいなっていうのはもう15年ぐらい持てんじゃん、俺も、うん、そういう風になりたいまあまあね、だからならないんだよ、多分、うん、なんか一気にガラッと変わる出来事があるかもしれないですよ、環境が。でも反射やん、こうされた時に反射、もうこうされた時に、あ、ほんまですね、ごめんなさい。あ、じゃあトレーニングしますか、今後。うん、俺がじゃあ毎日すげえうざいことしますそれに、え、毎日すげえうざいことするの？ ありがとうな、正直いう練習しましょうよ。それは仕掛けてくれてんねんな。仕掛けは仕掛け。仕掛けは仕掛けます。あ、ありがとう。眩しいやつを防いでくれた明かりを。そうそうそう。ああ、マジか。ありがとう。ありがとう。殴られました今。これで見えてないと思いますけど。あのこの今ここの時にあの爆発みたいなあれ入れといてください。エフェクト。やられました今。いやみんなで頑張ろう、みんなでみんなでさ、あのみんなでお互い守ろう。そうですよね、そんなあかんで、そうじゃない、こうだったんちゃうっていう話をさ、うん、できるようなメンバーでいいよ。わかりましたね、やっていきましょう。はい、すいません、今日はなんかそんな話してしまって、はい、あの上司、親方に、親方に言うか言わないかも、ね、うんうん、辛いものが苦手で、うん、それを3年間我慢していて、もうでも限界なんですと、はい、これを言った方がいいですかね、言わない方がいいですかねっていう、だから持ち越しましたけど、どうでしょう。その素晴らしい国に住んでる人たちいるじゃないですか、に僕らが、あ、僕たちが作りたい国ね、入国できない優しさの国ね、そういう人だったら何て言うかなっていう、あ、そういう考え方ね。そうです、ほう、そいつだったら何て言う、いつも美味しいまかないありがとう親方に、お前じゃん、ありがとう、ありがとう、でもうちちょっと辛いの食べへんねん。何その、え、節子節子入ってきてるね、ホタルの墓入ってるね、そういう感じで、やす、うん、優しく丸ごと、辛いの苦手やねん、苦手やねん、でもほんまうまいけど、うまいけどこれからちょっと減らしてくれへんくれへんって言い方、優しい人さって言うかななんて言うだろうね、うん、でもあの他の人のまかないと一緒に作ってるからさ、ね、5人分に辛味を入れてるわけでしょ、うん、だからそれはもう二度と辛味を使うなっていうことになるわけ、まかない作るときに、まあね、だって別で一人分作ってってなったら、まあ、お手間かけますもんね。そうでしょ、だからもう優しい人はもうまかない、まかない食べないからね、もうね、自分で今日わっぱ飯を作ってきました。なるほどね、今日私が作りますわ。おー、いいね、本当めっちゃいいかも今日。でも、本当に親方のこだわりがあるすごい人だったら、うんうん、あの、いや、あのお前は ここには立つな、触らせない、厨房に入るやつ入りません入らずに作りますあ、でもそれいいかもしれない、私今日作らせてください、皆さんお世話になってるんで、みたいな。でも辛いものは5回に1回だから作った日は次の日辛いのがされるかもしれない。わかりました。じゃあ何、次回持ち越しましょうこの話、これ意外と永遠のテーマかもしれない。確かに地球温暖化より深いかもしれない。そう
皆様どう思われたでしょうか。はい、はい、ということでまた週の初め火曜日の夜でございます。今週1週間も一緒に頑張っていきましょう、はい、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。グッドボタンもよろしくお願いします。以上、週刊シュートでした。